果樹栽培3の5です。目標は多種多様な被覆わせである。1年を通じての土壌の露出は許されない。果樹栽培においてはその可能性は限定されているが、混植被覆装置、間食及び土壌管理などのすべての処置が用いられる。これらの処置は多年生農作物の集約的管理においても行われることがある。時期を得た処置、特に植物を強くするための処置は、この偏りを平衡化しなくすことができる。多様性農作物がずっと同じ場所で根が張ったままでいると、隣接環境の管理をもっと良いものにしなくてはならない。ここで調和を創造することは、特定の処置に対する欲求を減らす助けとなることがある。被覆装置はその土地に合った形態とし、多種類のわせからなるようにするべきである。1年を通して土壌が植生や自然な被覆のない状態であることは許されない。必要な場合、設立初年度はこの規則から除外することができる。面積承認に付記7参照。果樹のところを一通り読んでみました。We finished the about the orchard. 3-5。ですね、これ、元の バイオダイナミック協会事務局のハウラさんが日本語訳にしてくださったところ、ものを資料を使ってやっております。で全部が全部ちゃんと見切れてなくて、多分翻訳機、コンピューターのね、パソコンでやる、それを使って、ただそれを貼り付けただけの場所もあったりして、日本語で分かんないとこがいろいろあるので、便に英語で読んでもらったのことから少し補足してもらったりしながらやっていますが、What's the name?ワイルドバラエティでしょ。 The aim って何？ Aim is a variety especially in the green sward. Instead, grow stuff more than just trees. Like clover for the bees or nitrogen or other. ことはとにかく多種多様であるということをを言っていますね。Wide variety. A wide variety of species in the green sward. Green cover. Yeah. Could be something to keep bees year round. You know, like on almond fields in California, they're all monocropping. If you had all those fruit trees and you had take out a row of trees and added flowering shrubs, something to keep the bees year round. And bees are important for the orchard. They may not mention that. ここでは蜂のことは書いてませんけれども、蜂は果樹を栽培するのにとても、必要なキーポイントの大切なものなんですけれども、ちょっと話が飛びますが、例えばカリフォルニアにあるアーモンドの、生産地があるんですけど、そこはもう見渡す限りアーモンドの木しかない谷がある、谷というか丘というか、もう見渡す限りもうアーモンドだけなんですよ、カリフォルニア。で、もう他のものが何も植わってないんですね。そのオーチャード、アーモンドの木しかないんですよ。で、どういうことが起こるかっていうと、全米中の蜂屋さんが大型トラックに蜂の巣を乗せて、そのアーモンドが咲く、アーモンドの花が咲く、その2週間だけのために、2週間か3週間だけのために、全米からトラックで蜂が集まってくるんですよ。
ものすごい量の花が咲くので、蜂が、まあ、取れるだけ蜂蜜を取るんですが、その2週3週間が終わっちゃったらもう花がないんですね。だから蜂はまた地元に戻っていくっていうことをしているんですけど、すごい不自然でしょ。そういうのではなくて、それもそういうのではなくて、もう蜂がいつでもその土地のあれ次々に咲く花だったり実っていうかな、まあいろんな多種多様な花の蜜があるということ、年間を通してというような多様性が必要だと、もう果樹一つのものだけボーンってモノクロップ、なんていうの、単一栽培というのではなく多様性が必要だよっていうことを言ってるんですね。はい。Just the aim of all biodynamics, farming and gardening is the biodiversity. これは果樹だけのことではなくて、畑でも、まあ、田んぼでも、バイオダイナミックは本当に多様性を目標としていますね。Also, speaking of orchards, Duttenfeldenhoff was experimenting with sheep and was her orchards and grapes too, and that many other farms are doing that now. So orchards can have animals. The grapes and vineyards can have animals also. It's not just so it's easier for them to become Demeter certified now. More, a lot of wineries are doing that now, going to animals. ドイツのロッテンヘダホフっていう、まあ、一番かな、古いバイオダイナミックコミュニティがあるんですけども、そこでは、果樹園の中に羊を飼ってました。そんな風に、単一でないっていうことは、その動物とも混合していろんなことができるという、そういう考え方、あり方ができます。できるんですね。果樹にとって動物っていうのは非常に近しいというか、組み合わせができるものなんですね。The worst thing to do is leave the soil bare. 最も悪いことは大地を、裸地にしたまんまで置いとくっていうこと。裸地、つまり土のまんまにしておくっていうこと。Where did you stop? All the orchard things. Yeah, just a short one. Just on paragraph. Yes. Started with plant materials yet? Not yet. The plant materials is orchardina again. We're talking about grafting, so you want to get rootstock and a sign from organic or Demeter plant materials. All grapevines in Europe are grafted. But they're all grafted from American rootstock. You know, I told you that last time. So that's the next one. Plant materials.その先にも、前回話したこととつながっていることが話されているということを今ベンが言ってるんですけども、今のところの、まあ、果樹のところ、まあ、今、最初の部分だけを、まあ、お話ししたんですけども、その下に書いてあることも、まあ、被覆装置であるとか、まあ、基本的に最初に言ってる2行のことをもうちょっと詳しく話してるかなって思ってますけど、何かありますか？何かというのは何か分かんないところとか、全部答えでかけるかどうか分かりませんけど、ね、特になければ先に進みますが、よろしいですか？はい、では先に言おう。じゃあ次のとこ読んでいただけないでしょうか、どなたか。3の5の1、出します。ちょっと待ってください。
見えてるところへんまで読んでいただいちゃいましょうかね。読みます。お願いします。 3-5-1 食材資材デメター認証または有機認証の植栽資材の使用。必要とされる品種の植栽資材がデメター生産品から利用できる場合、それを優先的に使用しなくてはならない。植栽資材が有機の生産品からだけしか利用できない場合、それを使用しなくてはならない。3-5-2堆肥と土壌管理。有機肥料の最大持ち込み量は、畑地1ヘクタールあたり 1.2 堆肥単位、果樹面積1ヘクタールあたり窒素 9.0、90kg。自家飼用の動物を飼っていない果樹園では、外部から持ち込みが許される有機肥料は、有機肥料の量は、果樹面積1ヘクタールあたり 1.2 堆肥単位に制限される。使用される肥料の全量は、果樹面積1ヘクタールあたり窒素など量で90キロ窒素を超えてはならない。3-5-3栽培管理と保護。果樹栽培での特定条件を認識しながら、3-3栽培管理と保護に書かれた規則が適用される。3-5-4地中。北方気候の下で、熱帯または亜熱帯の樹木は使用不可。北方気候の下で、熱帯または亜熱帯の樹木を支柱として使用することは環境悪化の理由から許されない。熱帯の草、竹、竹材及び南方材の使用は許されない。3-6、椎茸。この分野の基準は現在検討中である。関心ある人は直接デメターインターナショナルの生産基準グループに連絡を取られたい。はい、ありがとうございます。その後にもやしとかあるんですけど、ここまでウィートキングバターマッシュルームなんてよ、うん、Not much to say about mushrooms. It just says, No, the upper part is very about the materials. What do you have? Eh, 竹って使っちゃいけないの？北海道で竹つけ使っちゃいけないの？ Yes, we cannot use the bamboo here. Yeah, you can use bamboo. Can? Yes. Yes.この訳は何だ？ In northern climates, woods from tropical or subtropical are not allowed for reason of environmental degradation. It's just northern the tropical grasses, bamboo and tonkin may be used.トロピカルグラスイズ、バンブーアンドトンキン。トンキン。I don't know what トンキン is. Maybe used. Maybe used is okay. It's okay. 許されないって書いてあるけど、日本語では。Yeah. でもこちら英語読んだら多分大丈夫でしょうっていう感じですね。あ、よかった。竹が使えなかったらどうする。あ、びっくりした。でもやっぱりあの熱帯のものはその違うところではあまり使わないっていうことは何だろう、面白い考え方で、面白いというかそうなんだなって思う考え方ですね。その後の about the material は、What's the main plant
Material. What kind of material? The pot? That kind of things? Plant material. About the grafting, like the rootstock and the signs for grafting. Grafting? Plant materials. Eh? Plant materials. Like the asparagus, okay? If you're getting roots from somebody, so you just, those roots have to be, are a plant material. Asparagus roots would be... 資材って言ってるのは、ベンが言うには、その、果樹とかの、挿し木にする大木の話？大木が、デューターのものが、使われるか、オーガニックのものしかなければ、それを使わなくてはいけないっていうこと。それとか、アスパラガスの根を持ってくるときにも、デメタがなければ有機のものを使わなければいけない。そういうこと。オーガニック or Demeter farm, plant materials. なるほど、なるほど。植物的な資材っていうことか。プラントマテリアルね。なるほど、なるほど。OK。だから、まあ、デメターかオーガニックのものしか使えないよということですね。一般的なのは、一般的っていうか、オーガニックじゃないものはダメ。うん。あと、この、1ヘクタールあたりの窒素が90キロっていうのは、まあ、わかりやすいと思うんですけども、果樹の場合はね、畑で 1.2 対比単位っていうことについては、ちょっと別な表があるので、ちょっとその資料を探してみますね。待ってもらっていいですか。I wanna show about the デメターの。この間私が、これ2021年のデメター生産、生産基準の表からちょっと訳しておいたものなんですが、あ、これではないか。ここに、動物によっての、その、対比の、計算する、数値があるんですね。で、簡単に言うと、雌牛が1頭が1単位なんです。牛は。で、1.2 単位っていうのは、牛と、なんつったらいいのかな、あれじゃない。繁殖の、例えば種牛が1頭いたら、1ヘクタールあたりの、肥料が賄えるよっていう考え方です。これちょっと初めて聞いたらなんだかちんぷんかんぷんかもしれないんですけども、こういうような表がデメターにはあって、バイダイナミックにはあって、これを基準に動物の、数も、
考えるし、それから堆肥の量もこれで考えているんです。で、時々この動物堆肥単位っていうのが、出てきますので、これ追って後で資料つけておきますが、あ、そういうことを言ってるんだと思ってみてください。で、これとはまた別に堆肥の、私どうしたかな、生産基準じゃなくて、ですね、もう一個訳したものがあったんですけど、ちょっとごめんなさい、すぐに出てこないかったら、また今度か後で資料をつけておくか。ですね、果樹の時にはどうだとか、そういう場所によりけりの、堆肥の量が示された表もあったんですけど、今ちょっと出てきませんので、今日はあと、話だけにしておきます。じゃあそこまでのところでよろしいでしょうか。はい、よかったら先も読んでいただいていいでしょうか。もやしのところもうちょっとだけ最後までお願いします。どなたか。ありがとうございます。はい、読みます。ありがとうございます。 3-7 もやしと新芽。観光栽培由来の種子、根および根茎は使用不可。飲用品質の水だけが使用可。もやしと新芽の生産にはバイオダイナミック的に増殖された種子、根および根茎を用いなくてはならない。観光栽培由来の資材使用は許されない。もやしと新芽の生産に使われる水は飲用品質でなければならない。基質または付帯物が使われる場合、すべてこの基準の規則を満たさなくてはならない。疑義がある場合、デメターインターナショナル生産基準小委員会が裁定を下すこととなる。 3-8新しい農作物及び生産技術。この基準内で規定のない有機的に管理している企業内で通常用いられていない新しい農作物と生産技術については、デメターインターナショナルまたは当事国組織の許可の下でしか使用できない。除外承認3、附記7参照。3-9原生雨林の海抜。保存価値の高い地域は保護されなくてはならない。原生雨林の海抜地の農業利用は禁じられる。保存価値の高い他地域も保護されなくてはならないが、除外が当事国組織によって承認された後においてのみ伐採が可能となる。除外承認4、附記7参照。はい、ありがとうございます。はい、今のところで、芋なんかもそういう意味では、まあ、前の種子のところにもね芋のこと書いてありましたけれども、同じような
考え方でいけると思います。で、ここに今、茎の7というのがありましたので、それをちょっと表していきたいと思います。ちょっとお待ちください。はい、ちょっとお待たせしました。吹きの7、7。7の方、じゃあ読んでいきましょうか。ちょっと読んでしまいますね。吹きの7、除外の承認。除外の承認番号はいいとして 1の従来の起源の処理されていない従来の起源あるいは物質的な普及のシードをもたらす2土地が植物から自由な状態にあった、日本語変だ3つの新しい農作物と生産方法例えば新しい肥料プラント保護とプラント世話エージェントなんだこれよくわからない。は ?7。高い価値4。高い価値保護エリアと未踏の森の森林開拓地の保護。5。動物が企業によって繊維質食品を消費している動物を運ばなかった。ちょっと待って。なんか分かりながら言ってた方がいいのかな。1は、bring seed. What's the meaning of one? Bring seed. Do you have? 7? Mm-hmm. What's the first one meaning? Bring in seeds of untreated origin. Why are you doing that? だから、種が、オリジナルで処理されてないっていうことですね。簡単に言うと。No treat ね。Okay. So, that because the Japanese is very strange Japanese, so may confuse. So. Yeah, don't use conventional origin. You use organic or organic seed. はい。種が処理されてない、オーガニックな、もしくはデメタンの種を使うということを言ってます。These are a list of things that your organic association or representative can approve. We think it's bringing in seeds of conventional origin. We think it may be okay because we can't find that variety in an organic or a biodynamic seed company. But we really want this variety of vegetable. Well, then we have to.Get it okayed by the badge or Demeter International or somebody, you know, our local representative. And then we can plant it. Then after so many years, it becomes organic. And then we can. まあ、種はそのデメタかオーガニックじゃないといけないんですけれども、もう作りたい品種がない場合にはその、処理されてない種からそのオーガニック的な種を取ってそれを何回も継いでってバイオダイナミックとして使えるようにするということは許されるということをベンが今言ってました。Vegetable varieties are out there that are、
open pollinated, but not organic. You know, and those 固定種であっても、オーガニック じゃないものもありますよね。で、それを自分の畑に持ってきて、種として作るために育てる。それが、オーガニックとして認められるのが何年なのか、デメターとして認められるのが何年なのかまではここに書いてないんですし、弁もちょっとわからないんですけれども、そういうふうな形で作っていくことはできるでしょう。You're interesting to know how many seeds are out there that are open pollinated and not organic. About the second meaning, soil kept free of vegetation.